開校当初使用されていた旧磯部第二中学校の校舎千葉市立磯部中学校は千葉市三浜区磯部にある公立中学校。学校の略称は磯部中。2013年3月に千葉市立磯部第一中学校と千葉市立磯部第二中学校の生徒数減少に伴う統合により千葉市60番目の中学校として2013年4月に開校した。 学区は、三浜区磯部1から8丁目、高須4丁目の一部、高浜5.6丁目である。磯部中学校が開校した2013年から2014年までの年間、使用予定だった旧磯部第一中学校の施設を改修するため、旧磯部第二中学校の施設を使用していた。ここでは、改修工事を使用されている旧磯部第一中学校の施設について記述する。 JR 京葉線のケミガワ浜駅より徒歩10分。ケミガワ浜駅より千葉海浜交通のバスを利用する場合、海浜病院、稲毛ヨットハーバー方面のバスに乗り、約3分、磯部中央バス停下車後すぐ。また、JR 総武線の新ケミガワ駅より徒歩40分。新ケミガワ駅より千葉海浜交通のバスを利用する場合、海浜病院、 稲毛ヨットハーバー方面のバスに乗り、約10分、磯部中央バス停下車後すぐ。ありがとうございます。